はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ前回の続きからやっていきたいと思います。前回、大地の剣を手に入れて、砂漠のところから戻ってきて、クリスタルシティから始めていこうかなと思ったんですけれども、今回ちょっとメルビルから、始めて一つイベントをこなしていきたいと思います。アサシンギルドとかもねやっていきたいんですけど、メルビルのイベントはねちょっと時期が限定されちゃってるんで、できるうちにやっていきたいと思います。下水ですね。下水からここの扉に行くと鍵がかかって開かない。中から声がする。俺たちゃか。これ海賊ですね。キャプテンホークが所属していた海賊がちょっとメルビルに侵入してきてるので、こいつら追っ払いましょう。で、海賊自体は多分超弱いと思うんで、戦闘はサクサクサクっとやっていきましょうかね。ガーラルアクスで大地の剣、アイシャようやくヒットポイント200つきましたと。で、2段突きも覚えてるんで、いざとなれば多少の火力は出せるのかな。どっちだこれ。扉があるね。行ってみよう。このイベント自体はね、スーファミでやるの初めてなんですよね。いつもね、その時期が外れちゃって、勝手に終了しちゃってるんですよね。海賊1体ずつしか出てこないのかな。とりあえず一撃。金も全然持ってないからね。パンツ一丁だからね。金なんて持ってるはずないよね、こんな海賊が。一応筋肉はちょっとムキムキな感じはするけど、所詮ホークの一撃で終わりだ。じゃあ制圧しますか。なぜかさっき大弓のレベルが上がったからね。宝箱がある。2500円。おお、かなり大金だ。金はね、そうちょっと使ってきたんですよ。そういえば防具としてアイアン、こいつじゃない、フォークとアルベルトにベルニーアーマーを買ってあげました。グレーはねガーダルシューズ手に入れたんで、ちょっと防御力が高いんでアイアンアーマーのままです。ここに海賊がいるね。ちょっとセーブしよう。お前たちを生かして返しちゃ、帝国軍がいない間にメルビルを襲う計画が台無しだ。悪いが死んでもらうぜ。帝国軍がさ、いない間っていうけどさ、いついなくなるの。海賊の形が違う。斧を持ってる。斧を持っているけど所詮防具はパンツ一丁か。おう、寝る可能性がある。寝たー。おしゃくなやつらめ。お、1000以上あるヒットポイントが。なんか海賊半分さ、なんかあれがなくなってんだけど姿がなくなってんだけど、どういうこと。アルベルトはまだ寝てるか。うわ、やりおるわい。姿を現したな。そこそこ強いね。お、やった。スピアが上がった。で、どうすんの。いるんかい、まだ。倒していくか。アルベルトとかギリギリだったな。ヒットポイント、こっちにいるのか。ちょっとこっちも行きたいね。まだちょっと大ボスとかがいるかもしれないけど、
あ、アイアンソードになってた。しまった、大地の剣を使わなくては。あ、そうか、寝たからアイアンソードになっちゃってたのか。あと2体。あ、奥にどれくらいいるかだよね。大地の剣、今のところ技がちょっと弱いんだよね。まあ、2番目のところまでしか覚えてないけど、レイピアはね、一番最初の技が睡眠剣みたいなやつだから。で、2番目が石化になってて、あれ、タク続いてる？石化多分即死系だからね、まあ、いざとなったら、どれくらい効くのか分かんないけど、一撃で葬れるけど、やっぱなんかこう、火力の高い技を覚えてほしいよね。タイプ押すように。下に行けるね。普通に、あれ、なんかどっち、はちょ、わかんねえ、ちょ、待って待って待って、わかんねえ、絶対海賊来てる。なんか丸ボタンとか、丸っていうか A ボタンか押すと、なんかあったりするの。宝箱とかがあんのかな、わかんねえ、いけない。ちょっと1個、1個ずつ戻っていこう。え、今、そっか、もう1体いたのか。まあ、こいつ自体は雑魚だからね。でもキャプテンウォークの時の最初の快速と同じだと思うんだよな。で、1人と100ないと思う。金もそもそもこんだけしか持ってないし。え、ちょっとここがすっげえ気になるんだけど、なんだ、こうやって1個ずつやっていこう。え、何これ。いや、もういけないよ。え、もういけないんだけど、なんもないの本当に。ちょ、攻略サイト、力づくで開ける、突入できるようになる、奥で海賊2人と戦闘になる、倒してメルビルの、事務所に報告する、港周辺の警備強化と下水が封鎖される。崖、崖っぽいな。ここは何だろうね。あ、ここから海賊が侵入してきたのかな、ちょっと分かんない。報告に行こう。じゃあ、もう入れる。け、まだいる。どういうこと。あ、そうか、報告しなくて終わんないってことね。じゃあ報告に行きましょう。何、海賊がメルビルに襲ってくるだと。よし、すぐに対策を立てよう。ご苦労だった。ゴールド前にモンスターが出現した。帝国軍の主力は珊瑚海の海賊退治でいない。2000級の部隊がゴールド前に向かったが、モンスターを制圧できるだろうか。なるほど、主力はあれなんだね。あ、封鎖されてる、確かに。おお、封鎖されている。帝国兵がいる。ゴールドマインには行ってないのか。この船の人たち、ちょっとあれだよね、プレッシャーかかるよね。ゲー軍隊の人たちがあんないっぱいいるよみたいな。ゴールドマイン行こうか。4800円あるね。買い物してから行こうか。あ、スチール、ゲ、なんでベルニーアーマーよりスチールアーマーの方が高いんだけど。まあいいや、鋼のコテ買ってこう。ちょうど2つ買えるわ。で、ホーク、腕、何にも装備してねえじゃん。鋼の固定、アルベルト、あ、レザーグラブだ。17から
20上がったね。これで全員20代にはなった。フォークも21ぐらい、25あるからね。前衛部隊を先に固めていかないとね。でお下がりもを後衛部隊に装備させていこう。さてじゃあゴールドマインにモンスターが現れたみたいなので、ちょっとゴールドマインやっていきますか。少しあれを見ます。イベント、どれ、ゴールドマイン襲撃事件か、2回目。固定敵ゴールドドラゴンを倒す、マジか無理っぽいな。ゴールドドラゴンでしょ、ドラゴンの中でだって一番強いじゃんゴールドなんて。なんか人が全然いなくなったんだけど、襲撃に備えてるから。マジで誰もいねえんだけど、まあ、ここはさすがに兵士がいるけど、ちょっと一回セーブしよう。いないね。ニュースはない。ゴールドマインのニュースとか忘れ去られてんのか。じゃあいいや、まずはゴールドマインに行きましょう。ああ倒れている、やられた。モンスターがいる。いや今のモンスターレベル俺たちのあれに合ってるのか知らないけどさ、2000級の兵士なんて無理でしょう。カブとかやってんのかな、ちょっと分かんないけど、いいや、ゴールドマインに突入しましょう。まあ俺たちほどの腕があればこんなオーガバトラーなんてクソ雑魚だけど、その兵士たちがどれくらい強いかだよね。でもさ、メルヴィルって結構いい武器と防具売ってたよね。さすがにさ、それくらいはさ支給してやれよ税金で。それをケチってるからこういうことになるんだよ。アイアンソードとかスティールソードとかだったらさ、かなり雑魚だよね。てかアルベルとスティールソードでもまだなんとかなんとかねやっていけるけど、せめて愛車くらいの強さがないとね。2000級とはいえ主力部隊がどれくらい強いかだな。あとは主力部隊があれかな、ちょっと強いやつ。ここってどこまで売ってたっけ、ガーナルアックスとか売ってたっけ。首都メルヴィルだからそれなりのものは売ってると思うんだよね。あとはどこでバーバラを戻すかだなそんないっぱい敵いなかった。すっげえうじゃうじゃしてるかと思ったらうじゃうじゃしてた。ここは突っ切ろう、敵の数が多いな。いやでもアルベルトの大地の剣はかなりの戦力増強になったな。だいたいガーラルアクスとかグレソとかで500以上当たるでしょ。ガーラルスピアもだいたい500当たってなんか使ってきたけど、大地の剣も500いくようになったからね。え、すげえ、何こいつこんな強かったっけ。なんちゃらコート、あ、1段階上がってるやつか。ちょっと待って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 、すっげえ強化されてんだけど。これは弱いはず。よし、で今のうちに攻撃を入れておこう。1000じゃ死なないね。で今1200くらい。まあ、フォークもヒットポイント470あるからな、500近い。最終的にヒットポイントいくつくらいだっけ、700くらいだっけな、サルイに挑むの。まだまだもうちょいちょいイベントは起こるんで、四天王イベントを全く進めてないしね。今のは左からの敵だったか。ってことは次上と戦闘だな。
まあそうだよね、だってゴールドドラゴン倒せって言ってきてるんだから。でもドラゴンもなんか2種類いたような気がするんだよな、強いバージョンと弱いバージョン。なんだこれ、けスタンか、いわゆる。はやぶさ切りで対処した方が良かった。おりゃ、アルベルトがちょっとヒットポイント低い。まだ上、あーアンシリーコーとか、こいつ結構強いんだよな。攻撃は食らってないけど、今のところ魔法しか唱えてきてないかんね。これこれだけであれば助かるんだけどな。おりゃ、よーし、このゴーレムみたいなやつは雑魚いからね。アルベルトようやく400いったところか。あとそのゴールドドラゴンに行く前にどれだけ鍛えられるか。せめてアルベルトがなんかもう3つ目技を覚えて、それが強ければいいんだけどな。ハルベルト、アイシャとかどうしよう。高級傷薬持たせて回復薬にする。まあそのゴールドドラゴンがどれくらい強いのかにもよるけど。うわ、超いっぱいいた骸骨が。ちょっとこれはまた早送りをせざるを得ないかな。あの数はちょっと1111戦ってらんないよね。戦ってらんないよねっていうか、その流してらんないよね。あ、パニックだ。そこパニックになるとさ、後ろとかにいてもレイピア使ってくるんだよね。クローディアがね、一番後ろにいて、ゲッツェ高級キングスリー買っといてよかった。クローディア一番後ろにいたのにね、レイピアをね、敵にね、ぶつけましたね。石化剣とか効くのかな、ゴールドドラゴン。よし、じゃあちょっと殲滅しましょう。奥に行きましょう。意外に意外にまたいっぱいいるけど、意外に簡単に突破できたんだよな。陣形が満たされてる。こいつらはまだ楽。赤いね、スケルトンみたいなやつが出てくると超やばい。マジで強いかな。こいつも攻撃されると意外に食らうからね。なんと武器でゴリ押してるからな。いや、ゴリ押してるって言ってもそんなに防具揃えられないしね、高すぎて。やはり先手必勝だよ。骸骨系ちょっと敵が強いね。あれ、あ、ループしてないか。あ、左とか、あ、何もね。え、またこのさ矢印こっちだよ的な、読めないかな。ちょっとわかんねえな。道が全然わかんない。やはりここ
ここはドラクエ4のアステムと思い出すね。エスタークの代わりにゴールドドラゴンが出てきた。そんな感じ。まあとループしないことだよね。ループとかなさそうだな。ん？どっちだ本当に。この虫もそれなりには強いからな。全然雑魚だった。まあ俺たちがだいぶ強くなってんだな。うわあ、接触されたか。で、これ一番めんどくさいパターン。もうここはスティール流星剣で一掃する。もう完全に一掃できるようになったな。300円。まあ、敵の数が多いからね。ちょっと待って、本当にこれ矢印、何の矢印なのこれ。奥だよっていう、まあ、モンスターが立てた矢印ではないよね。多分ここで働いてる人たちが迷わないように立てた矢印だと思うんだけど、多分鉱山の奥はこっちだよみたいな。うーん、雲大丈夫か。あー、下に降りれるね。ちょっと奥はなさそう。一旦セーブしよう。そうそう、10時間いきそうだな。え、ちょっと待って、分かんない。結構広いぞここ。このサソリくんもさ、ちょっと強くなかったっけ。後ろにいれば防御してくる敵はまだいいんだよね。後ろからでも攻撃してくるやつが結構厄介だから。え、大地の剣で 500？ だって防御してたでしょ。防御貫通とかあったっけ。レイピア防御貫通とかだったら結構いいかもね。よし、大地の剣上がった。まだかな、必殺技。ただ火力が上がることは確か。これはもうただの雑魚でしょう。え、ちょ、わかんねえ。大地せ、これさ、回復っぽくね。ちょっと一回使ってみよう。13回使えるからね。いや、早草入れよう。この雑魚はすぐ死んじゃいそうだから、一回これ入れて効果を確かめてみよう。大地の剣使ったことないから全然わかんないんだよ。回復だね。マジか。アルベルト火力不足だな、必殺技的に。ただとりあえず自分で回復することはできるようになった。うわ、はめられた。はめられるとマジでモンスター寄ってくるからな。じゃあまたスティールソードちょっと使い込んで15にする？いやー、大地の剣だな。まあ、必殺技ちょっとネットで確かめるっていうのはありだけどね。ちょっと見てみようか。技。大地の剣。ああ、次が大神剣、敵全体土属性ダメージ。ああ、でも石化剣は結構威力あるね。雷属性ダメージプラス石化か。あ、普通に使っていけそうだな。なんか石化しなかったら1とかっていうイメージがあったけど、そんなことなさそうだ。一回やってみようか。はやぶさ切りやって石化剣、ワンチャン殺せるってやつか。ちょっと待って、強くはなかったわ。二段切りとか二段打ちとか二段突きの方が強い。全然普通にちょっと強い攻撃プラス石化だよみたいな。
そんな感じか。まあ所詮レピア系だからね、それはしょうがない。最終的にはレフトハンドソードを装備させたいかな。一応ね3地点はね制圧したいんですよね、全部。冥府とオールドキャッスルと最終試練。で最強の状態で、まあ、最強とまでは言わないけど万全な状態でサルインには挑みたい。サルインは本当強いからね。いや防御貫通とかなかったわ、絶対そのまんまだ。いや斧に弱いとか指に弱いとかそういうのあんのかな。今とかあんまなさそう。よし、これで本当に制圧したかな。左だね、じゃあ左にいたモンスターももうこっちに集まってきたかな。さらに下か。結局ここが一番近かった。じゃあまたいっぱいいるよ。今度は悪魔。おお、いるー。緑色のドラゴンじゃん。でもゴールドドラゴンだでしょ。はいよ、このまま行こう。普通の、あこれ系の竜ね。ごつい系じゃないね、やっぱり。ごつい系の竜もいるんだよね。あ、そうだ、こいつははやぶさ持ってねえんだ。十文字さん
石化で行く？石化圏。風車と二段付きでいいでしょう。あ、こいつそうだ、もともと持ってないか。必殺賞、こっちにしよう。1100、1100、550。弱っ恐るに足らずだったな。4円ゴールドドラゴンのくせに。あ、宝箱ジュエル1個、やったぜ。襲ってくる襲ってくる。金、ま、金結構手に入ったな。これでもう確実に9990いくかな。返し道、敵と戦わなきゃいけないから結構まだいっぱいいたよな。近道とかないのかな。まあいいや、ちょっとまた探しましょう。よし、これでもうさすがに倒し尽くしたでしょう。じゃあちょっとゲッ、まだゲッ、いっぱいいたここに引っかかってたか。ここを右に行ってみましょう。あー出れるね。 OKOKOK。 これでどこまで出てきた。あ、最初のところか。モンスターはいなくなってるね。ただその代わり街の人たちもいなくなってるし、宿屋とか活用できんのかな。活用できるな。街が錆びれちゃって大変だろうな。でもモンスター倒したんだったらまた採掘はできそうだけどね。街の人たちは復活してない。これはこれで終わりっぽいな。メルビルに行こう。相変わらず人がいない。少しイベントが進むと海賊が来るみたいだけど、それはまだかな。そのイベントすげえ短いらしいんだよね。街に海賊が来るようになってはないね。さて、じゃあ今いくら ?8900 か。あと1000くらい。どうしようか。今度こそミナリンエスタミルに行きますか。じゃあこっからスキップで外には出れない。イスマスを経由して北エスタミルに出て、まあ、歩いていくか船で行くかだよな。ローバーンからイスマス、ここを歩いていこう。
さて、じゃあ北エスタミルから南エスタミル、ここは船で行きましょう。めんどくさいんで。北から南が50円だったかな。で、南から北に行くのが100円だったと思うんで、まあ北から南は大した金額じゃないんで。で、ここでアサシンギルドもうできるでしょう。さすがに一回宿屋に寝ます。あれ、物乞い小僧が全然いなくなったな。聖杯イベントが終わるといなくなるのかな。さあ、ここで寝ると男が来て死ね。後ろかい。ちょっと作り込まれてる。こいつ自体はなんかめちゃ雑魚だったと思う。ダウトっすね。ダウトか。ジャミルでやると最初の相棒なんですよ。で、なんでアサシンギルドに入ったのかはよくわかんない。で、ジャミルとか入れてないから完全に知らない人ですね。なぜ俺たちを襲ったんだ。ギルド万歳、痛いよ、死にたくないよ、タルミッタの西に。ということで、じゃあこのイベントは次回やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。まあ、悲しい音楽ですけど、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。